パレルモの海戦は、普通乱戦争中の1676年6月2日、シチリア島のパレルモ沖で行われた海戦。モルトマール公爵率いるフランス艦隊に対し、オランダとスペインの連合艦隊は、ストロンボリとアウグスタの敗戦に加え、ミヒール・デロイテル帝国を失った板手から立ち直れず、敗北した。勝利したフランス艦隊はこれ以降、 スペイン継承戦争まで地中海西部の発見を握った。1673年にオランダ側に立って大仏戦争に参戦したスペインは1675年に地中海にてオランダ艦隊の増援を受け、一方フランスも艦隊を派遣してメッシーナの反乱を支持した。その後、フランス艦隊はメッシーナ第一次ストロンボリ、第二次ストロンボリ、 アウグスタなどの海戦に連勝した。直近のアウグスタの海戦では、スペイン艦隊が積極的にオランダ艦隊を支援しなかったため、オランダ艦隊は、停滞損害を被り、葬式艦のミヒール・デロイテルを失ってしまった。そのため、オランダとスペインの連合艦隊は1676年初夏にパレルモに逃げ込み、艦隊の修理を行った。しかし、フランスにとって、 地中海での終戦は、連合艦隊を撃滅する瞬間である。そのため、フランス艦隊は攻勢を再開、1676年5月26日に、メッシーナから出航した。フランス艦隊の指揮官は、モルトマール公爵で、アブラハム・デュケーヌとジャン・ガバレが補佐した。連合艦隊の方では、ヤンデン・ハーンが、ロイテルの後任として、オランダ艦隊を指揮。 スペイン艦隊でも前の海戦で制裁を欠いたラセルダ提督に代わりリエゴデイバラが指揮を取った。5月31日、軍艦29隻、河川9隻とガレー船25隻で構成されたフランス艦隊がパレルモ沖に到着した。パレルモ港にいる連合艦隊はまだ修理を終わらせておらず、ヤンデンハーンはエンドラグ艦に保存されていたロイテルの遺体を処理している最中であった。 ガバレとトゥールビル伯爵はフェラッカに乗って偵察を行った。連合艦隊の構成は軍艦27隻、ガレー船19隻と河川4隻だった。パレルモ湾には特に防御工事がなく、これらの情報を得たモルトマールは停泊中の連合艦隊に攻撃することを決めた。6月2日朝、風が北東からパレルモ港の内部へと吹いていた。 モルトマールはすぐに接近して河川を放った。風力を借りて進んだ河川はすぐに停泊していた連合艦隊を脅かした。連合艦隊の艦長たちは慌てて怒りを切って風に任せて港のさらに奥に移動したがその後を河川が追撃した。モルトマールとデュケーヌはこの混乱に乗じて攻撃を仕掛け砲撃を開始した。これにより 連合艦隊はさらに混乱に陥り、火が船から船へと移り、多くの船が沈没したり難破した。今やパレルモ氏自体も火災の脅威にさらされた。スペイン艦隊の機関が爆発して、ディエゴデイバラは溺死、ラセルダも戦死した。スペインのガレー戦隊の機関も炎上した。ヤンデン・ハーンが戦死、またファン・ミデルラント少将も戦死した。オランダ艦隊は二人の他には、 隊員7人、兵士と、会員250人を失った。スペイン軍の損害は2000から2500人だった。軍艦12隻、河川4隻、ガレー船6隻、大砲700門が失われ、艦隊のほぼ半分が失われた。フランス艦隊では、河川を除くと、沈没船は、なしで、損害は200人だけだった。 フランス艦隊の損害は少なかったが、連合艦隊の内火船から逃れて、守備に入った軍艦の観測放射撃の激しさを証明した。戦勝の知らせがベルサイユ宮殿に届くと、ジャンバティスト・コルベールは、これまでの海軍で最も素晴らしい戦闘だと驚嘆した。これほどまでの喜びの背景には、オランダ艦隊に対する意図がある。例えば、 1672年時点ではオランダに戦線布告するのにイングランド艦隊との同盟が必要だった。イングランドが1674年に戦争から脱落するとオランダ艦隊はイギリス海峡の正海圏を握り続けベルイルを攻撃、ロシュフォールでフランス艦隊を恥ずかしめたりした。ロイテルの艦隊が1675年に地中海にやってきて、 編成して間もないフランス艦隊に挑戦するのも、フランス艦隊が1672年から1673年の北海での戦役で制裁を書き、1674年にほとんど活動していないことを考えると、特に問題のない行動だった。スペインの海軍力は80年戦争とフランススペイン戦争で揺らいでいたが、パレルモの海戦により完全に消滅した。 パレルモの海戦はアウグスタの海戦の勝利をさらに完璧なものにしたが、それは最後の勝利ではなかった。翌年にもエストレ・伯爵率いるフランス小艦隊がトバゴの海戦でヤコブ・ビンケス率いるオランダ艦隊に挑み、一度目は敗れたが再戦で勝利した。イングランドではフランスの海軍大国化を受け入れられない脅威として捉えていたため、 フランス艦隊の勝利に不安を感じた。海戦での勝利と同時期にフランス陸軍がフランドル地方のバランシェンヌ包囲戦、カンブレー包囲戦、サントメールの戦い、カッセルの戦い、イーペル包囲戦と連勝したのでなおさらであった。これによりイングランドとオランダの和解が急速に進み同盟条約を締結した。いずれにせよパレルモの海戦での勝利によりフランスは その後数十年間地中海西部の覇権を握った。イギリス海軍が地中海の覇権を握るのは、スペイン継承戦争のジブラルタル占領、トゥーロン包囲戦、ミノルカ島占領を待たなければならなかった。ありがとうございます。